今回、ブルボンの株主優待が届いたので開けてみます。少し前に届いていたのですが、放置していました。まずは、一番大きい、大麦のクラッカーです。自分では絶対購入しないお菓子ですね。次は、ジャムおじさん的なイラストが描かれている、アンパン。コーラ味のグミ。一口サイズのルマンドです。普通サイズのルマンドは買いますが、これはオフィスとかで手軽に食べるサイズみたいです。アルフォートはよく買うので普通に嬉しいです。コンビニとかで売っているミニサイズシリーズのポテチです。個人的には、チョコクッキーのやつをよく買います。最後は、ラシュクーレというラスクです。食べたことないですが、ホワイトチョコなので、絶対うまいはずです。全部で7点入っていました。金額的には1000円以上のお菓子詰め合わせでした。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。